はい、続きまして合格後のサポート NPO 障害学習についてのご案内を簡単にしたいと思います。あの試験に合格してからどうやって仕事をね探していったらいいんだろうかとか皆さんここ悩まれると思うんですね。えそこでこれレックグループなんですね NPO 障害学習。キャリアコンサルタントの皆様自身のキャリア形成に役立つ情報を提供したりですとかコンテンツをご案内しているという団体になります。 で毎月1回オンラインタイムということでセミナーとサロンをを組み合わせたものをで行っています。また REC の更新講習ですとか技能検定対策講座の受講料の割引も NPO 障害学習の登録会員になっていただきますと2割引でで座を受けることができます。そして赤字にしていますけれども「パートナー講師の募集情報」ということで講師としてやってみたいなとか Zoom あの実際 Zoom の講座をやるときに運営の担当の方ってどうしても必要なんですけれどもまずそこからやってみませんかというご案内をしていますそして公共事業やお取引先企業様の,あの案件としてキャリアコンサルタントの募集をすることもかなりあるんですね例えばお取引先の企業様の方でロールプレイの試験対策講座をやりたいとなったときに クライアント役いわゆる相談者の役をやってくださるキャリアコンサルタントを募集して実際に試験対策を担当いただいたっていうこともありますのでここうしたたところでのおお声掛けをさせていただいていいだりますそれからキャリアコンサルタントの交流会をレックと教材といいう形でやっています、まあ、交流会では専門家の方を呼んで講演していただいたりとかグループに分かれての懇親会を行ったりもしています。 でまあ、写真載せてますけれどもコロナがね感染拡大する前は関東関西名古屋で集合形式で、まあ、こんな写真の感じで行っていたんですね。で2022年度まで、まあ、コロナが感染拡大してからはオンラインの開催になりまして全国の修了生の方が入っていただく、ね、こんな形でのオンンライン交流会を行ってきてきいます NPO 障害学習認定キャリアカウンセラーに登録。 登録しししていたただきまますすと先ほど申し上げましたメリットですねお仕事のご案内などもさせていただくというものなんですけれども皆様試験合格をされましたら是非 NPO への登録もいただいたら良いのかなというふうに思っています。